カモノ氏は、カモを、死の名とする氏族、以下の三系がある。死義系カモノ氏とは別氏族である。なお、山城国風土記一文では、カモアガタ主の祖の、カモノタケの実の命は、神武天皇の先導をした後、山和の桂ツラのを通って、山城国へ至ったとしている。代々カモ神社に奉祭し、山城国クズノ軍、アタコ軍を支配した。また、カモアガタは、 同じ山城国を本拠とする旗氏との関係が深いとされる。平安時代初期頃に、上鴨、下鴨の両神社の主観家に分かれ、代々両者のネギを務めた。上鴨写真家,家に、松下家、鳥居王子や林家、森や梅辻や富野家,富野家岡本家などが、下鴨写真家,家に、泉天屋、梨木家、皇帝家、重岡家,家、伊調家,家,家などの諸家がある。 また、下鴨社士官家として、宿を聖職とした、胃長家は、平安時代から、鴨上がたぬ姿勢を称したが、元は、羽振りべ聖であったとされる。葛城らぎの国像と同祖であり、この系統の鴨の死は、新婚命末の鴨の死と同一である。大鴨石命を子祖とし、三輪系氏族の一派に属する。大鴨石命は、大物主身の子、または、 光栄の大田殿魂氏の孫で、仙台旧事本義によると、即須佐の尾の命の十一世の孫である。山和国津上郡の高鴨神社、鴨と葉神社、葛蘭落と年神社付近を本願とする。大鴨石命は、鴨の地に、祖神のことしろ主神を祀った、鴨と葉神社を建てたことから、鴨君の姓を賜もの組みされた。なお、現在鴨の地にある高鴨神社、 鴨モ神社の祭人である、阿智シのノダカヒコネは、八重子と白主の命は、鴨の氏の祖神であるとされている。上古には、鴨君、カ茂ル君と表記し、生は君であったが、人心の乱の行進である鴨、モ、絵像を出し、天武天皇十三年に、鴨阿ア姓生を賜物の組みされた。その後、奈良時代から平安時代初期にかけては、朝廷の官人として使え、 奈良時代には、高カモアソンの生を賜もの組みされた者もいた。カモシケ尊ズ、孫文脈等には、実際には、カモエゾの子である、カモノキビマロを、キビマキビと同一しし、その光栄が、カモアソン氏であると記されているが、後世の仮岡かせである。平安時代中期には、恩苗頭のカモノ忠行、カモノの,のリフ氏を輩出し、その弟子である。 安倍の生命が起こした安倍氏と並んで恩苗道の宗家となり、子孫は歴道を伝えた。鴨の忠行の子には、儒学者に転じた、吉重の安種、安則の子には、科学の歴道を継いだ、鴨の光恵がいる。室町時代には、着流が、影の光治家を称して、道場家となり、代々恩苗頭を務めたが、戦国時代から江戸時代初期にかけて断絶した。 なお、初流の高徳家は、江戸時代も地下として続き、江戸時代初期は、恩苗頭を務めるが、高徳井友殿の死後、安倍氏系の土見門や寿司服に、恩苗同宗家の地位を奪われ、江戸時代中期以降は、恩苗寮の時間にあたる恩苗助を務めた。平城系後出度の木管から747年までの間の木の札に、備前国小島軍加茂号。 鴨モジ君マロ町塩三都と墨で書かれたものがある。鴨里の鴨の君マロという豪族が、三都という大量の塩を奈良に送っており、鴨神社の荘園の預かり主であったということが伺える。なお、当時の鴨里が、現在の省内と宇野多玉、日比、渋川までの範囲であり、南北ともに海に面していた。当時の西縁時である。 四角式土時の分布状態から見ると、南岸で静演されたものとされているが、下鴨村は北岸という地理的利便性から、こちら側でも静演されたものと思われる。1903年まで、小島郡に上鴨村と下鴨村があったが、合併して、庄内村となった。なお、鴨神社や鴨神社があり、両神社の間を鴨川が流れている。特に鴨神社は、 平安期初頭に創建され、大和国屑、図、上郡か物高が神社から、味好き高彦根命を祭人として誕生した。縁起者年の創建とされる、小島郡内最古の神社であり、縁起式神明町では、備全国式内23社のうちの1社である。備中津良島の、蓮島町史第8章津良島の古城市に、北茂城の城主として、1735年に、 編纂された、古戦場備中富士牧野後浅口軍の城下には、登場主に、木美大臣の着尊右京大部公営としている。ステウン、貢献天皇天平商法4年5月鴨モ孫村を、賜る、天文歴数を司さどる、一家領土を兼ねて、法規を保つ、歴道をもってその子公営に伝え、天文道をもって、弟子、安倍の生命に伝う。 自己能の俺あと両道相分つうんぬんと記述されている。このつていう記事は、右大臣キビコーデン三尺より引用したものと思われ、シ野ノヤ右大臣キビコーデン三尺には、あるいは伝う、恩苗堂博士、鴨モノヤスは、キビコーの末なり、天文博士を兼ね、973年から975年に、暦を作り歴道をその子光栄に伝え天文道を、 安倍生命に伝うとの記事があることから、右京大部公営は、鴨もの公営であったことになるが、納得しかねるとしている。ありがとうございます。